きに話してもこの辺歩けるもんやね、いっちゃん、ね、お母さんが全然行ける、大丈夫と、太鼓判を押した道はね、俺はさ、どっちか言ったら申告敬遠やったけどな。後にこの不安が的中するハイキングとなります。険しくないかな。険しくない、大丈夫。クマ出てきたらどうするよ、ね、クマ子ちゃんぐらいやったらいいやろけどさ、クマ子ちゃん可愛かったでしょ。ちょっといいちゃん引っ張らないでね、引っ張らないでくださいよ。先っていうぐらいだからさ、まあ低いところにあるわね。よいしょよいしょ。おお、水の流れが見えてきましたか。渓谷や。おお、綺麗な水やね。ああ、綺麗な流れでございます。自然の景観を眺めながら余裕のハイキングもここまで。この後この渓谷がいっちゃん隊に牙を向きます。あ、ここジルイで。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ジルイ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 、ちょっとちょっとちょっと、ここはね、先発隊あかんわ。ここちょっと特殊部隊が出るとこや。はい、行くよ。よいしょ。ぬかるみ、うわぁ、音だ。靴、靴が埋まった。靴が埋まりました。どっち、特殊部隊あかんやん。あ、これ滝じゃないか。滝、コケや。これ滝じゃないですか。え、でも滝見たことにする。渓谷。ですからね、深刻に行ったんですよ。まだ行くやん。この時特殊部隊は先発隊と突撃モードに入りました。気をつけろ。これが目的の滝であってほしかった特殊部隊。立ちすくむ先発隊と特殊部隊。しかし意を決して強行突破。座った、また埋まるじゃん。特殊部隊、あかん、もうやばい。うわ、もうむちゃくちゃにあった。いや、もうお母さんやめよう、もうこれ。もうここまで来た。この一戦で特殊部隊の戦意は喪失。部隊は大混乱となります。ドロドロじゃん。いっちゃんが一番綺麗だ。先発隊はほぼ無傷。
特殊部隊はボロボロ壊滅状態。後方支援隊は笑っております。マジかよ、長彦、長彦がお前さんが言うこと言い出してるんだよこれ。明らかに部隊に亀裂と動揺が。俺は水族館に来たよ。もともと強行突破をしている特殊部隊がこの戦いに反対でした。ここで船から降壇するぞ。もう何とか言うてよ。焦る先発隊に引っ張られる特殊部隊。前線部隊の惨状をよそに絶景を満喫する後方部隊。なんか赤目みたいよね。赤目だったらね、あ、もっと行きやすいか。はい、あそこはね、非常に注意されております。おお、こっから見たら手つかずな自然のままの景観も良いです。こういうのをやってるっていうことはこの先にもなんかええところがあるっていうこと。雨上がりの日は寄ってください。地獄を見ます。頭気をつけて。何の音？ヘリコプター。一応人が大変言うて遭難してまんねん。先発隊は会長。頭気をつけてね。おお、頭いい。お前は撃つわ、これ。道が崩れていました。サイドのロープを持ちながら通過します。これ、まあ、しゃあかんよ、これ。いけるいける。余裕じゃ。余裕じゃ。もうこれね、お、いいんだ、どこ行くんや。どこ行ってんの。よくコースアウトする先発隊。はい、頭気をつけてね。はい、これが、おお、おお、きれい、きれい。まだ向こうもあるな。あ、でもね、下にもある。行こう。手すりの横にあるロープを持って下ります。はいはい。お、プロレスやってるじゃん。おお、きれい。あ、きれい。これは綺麗です。ああ、どのまみれに何か台があったかよ。ちょっと取ったら、さらに綺麗なポイントが。これで終わり。これは綺麗でしょ。これは綺麗です。これじゃないの、明らかにこれでしょ、滝って。ここちゃいます。ようやく目的の滝に着いたようです。僕はここから道ございません。ここまでです。これは、え、あ、これ行けるようになってんの。岩しかありませんが、そこにロープがありました。行けるようになったんだね。あ、すごいね。
ね、でもこうロープで、こうロープで、あ、このロープか。そうすごいよ。十分じゃない。ちょっと滝見に行こう。うん。お母さんドロドロになったね、足ね。なったわ。わ、突然反対の方向から来た若い女性が、はい、先ほどの岩の上から降りようとされています。この岩から降りるんだ。こんな山奥に若い女性がたった一人でびっくりです。高い。これはでも危ない。スカートで来てます。あのね、このロープあるからロープ持ってると無理やろ。このロープかな。わからないですけど。ロングヘアの方で、しかも服装はロングスカート。この先を考えれば、あまりにもハンディが大きすぎます。女性の肩に吠えちゃいました。ダメ、お利口さんしてよ、お利口さんしてよ。あの、ほら、あの、ドロドロのとこあるもんね。お母さんの靴がドロドロ、激戦の跡がくっきりあります。残念ですが、この先へ行くことはお勧めせず、女性は引き返されました。いっちゃん隊は暗くなる前に U ターンして帰ります。この上に道があるようには見えませんが、女性の後を追いかけようとするいっちゃん。いっちが上へ上がっていこうとする。いっちゃんが1秒以上に先ほどの岩の坂を登ろうとしています。ダメ、危ないよ。一応落っこちてくんよ。では今から引き返します。が短くなってきたので急いで帰ります。
なんだから、この上にな。でも炭酸あったっけな。あるよ。ちょっと水出して。あっ、やらんとしゃない。崖のような足場にサイドにロープがあって、ロープを持ちながら進む区間です。よっしゃ、何か、何か、何軽いね。あ、行こう行こう行こう、あ、行こう、行って何回も行く。軽いわ。ちょっと待って、お父とね、お母さんはね、記念みたいに行けないからね。ちょっともうちょっと板張りなさいよ、君。軽い軽い。あ、向こうでまたどうせどうせなりますから。ええ、何か匂いするんやねこれ。鹿の匂いするんじゃない。水じゃないの。水ではないねこれ、うん。動物が水飲みに来たのかな、うん、ここの場所。そうやね。水、動物もこう水飲みやすいもんねここは。うん、だから匂いすごい濃いんじゃないここ。いや。みちゃん、ね、どこ行くの、どこ行くの。帰りますよ。みんな遊びすぎて。もう、帰るよ。日没しますよ、はい。はい、帰らないと。真っ暗になったら帰れませんよ、これ。真っ暗。今の時刻は、はい、もう4時や。はい、今早く帰ろう。コースアウトしまくりの先発隊で思うように進めません。落石があちこちにあり、危険な道です。そこなしの間が待ってるぞ、もうすぐ。みっちゃん、気をつけろ。ぬかるみ。待ってよ。待って。これさ、めちゃくちゃ難所。これね、考えていたの。頭使って。こんなんな、
特殊部隊無理やて、これ君あの自己責任で行ってよ。これね。いっちゃんなんか。いっちゃんが行くところが一番。で、寄り道すんなって。お、行けたでお母さん。行けた、俺も行けた。いっちゃんのな。なんか木と石が。うん。いや、俺いっちゃんの後行ったらいけたわ。ドロドロならんで済んだよ、2回目は。大したもんやね、やっぱり経験で。学習した。2回目は学習したからドロドロならんで済んだよ。っていうか、いっちゃんの後ついただけやけど。さすが、原発隊のいっちゃん、見事に誘導してくれました。二度とドロドロにはならない。わあ、すごい。動いた。うん。なんかあれやね、そこなし沼を克服したね、うん、でもまだもう一個あったんじゃん。もう一個あんねん、もう一個あんねん。お父さんがハマったと。もう一個は特殊部隊が撃沈されたとき。ちょっと撃沈じゃない、撃退されたとき。あー、ちょっと待って、また行ってます。危ない、お前引っ張るな。何？引っ張る？危ない、そこで引っ張って危ないよ。来い、来い、来い。水のとこ行きたい。来たぞ。どこや？あそこやな。待つよ。頭で行ってください。木の上のボタン、ちょっと引っ張って行く。お、行けた、行けた、行けた。お、お母さんも同じルート行けた。なんとか行けたな。いや、すごいね。やっぱり学習能力まだあんやね。まだまだまだボケてないね。ええ、向上するところがあるよね。入っていくか。もういいって君は、もうほんまにもう。もう散々行ったやん。はいはい、もう。この階段が出るということは、帰り、うん、近い、車が近い。明るい日に戻りました、うん、ということで、いっちゃん、君の話からあの、これも取っとくわ、うん、君のね、君の話から伺いましょうよ。一本200円、うん、これ1回目洗いです。もうドロドロになってるのはね、分かりきってますので、これ家から持ってきた水道水で洗ってます。いや、だってこのままね、拭いたところでこの泥は取れないんで、すさまじい汚れです。はい、おいで。はい、もうこんなんです。いや、こういうワンちゃん連れてきて
お散歩をさせてね、その後でドロドロになるじゃないですか。でこういう桶持ってくると非常に便利だと思います。これ、ね、水道水もっと持ってきたかったね。この下には水いっぱいあるけどな。あるけどな、またそれまたそれするのにまた汚れるからね。何してることやろうからね。もうちょっと来なさいよ君ね。遊んだんです。うわまた汚れる。二度目洗いでこれです。二度目洗いがこれなんですよ、うん、はい、はい、2回目でこれ、2回目でこれです。この状態です。まだまだ汚い、まだまだ汚いんで。よし、はい、水道水としてはこれが最後だね、うん、あ、だいぶでも、うん、だいぶ綺麗になったね。うん、綺麗になったね。もうどれなんかな思ったもん最初さ、ああ、よし、はい、こっち行こう。よっしゃ。でも3度目でこれです。うわ、まだ汚い。まだ汚いです。すごいな。え、4度目するよ。出していきましょうか。うん、はい、入れますよ。はい、今度はね、ミネラルウォーターで洗います。贅沢な水で、湯浅の水です。本来はこんなことで使う水じゃないんですけど、いいじゃないですか。冷たいと思う、はい、これは。4回目いきますよ。はい、あ、ちょっと冷たいね。ああ。なんかこのまま冷たさが、ね、逆にいいかもね。刺激が。ね。ああ、もうだいぶ、綺麗な。うん、だいぶ綺麗になった。ここまで綺麗になったらもう、ね。うん。もういいでしょ、これ。もうだいぶ、まあそれはまだ色がついてるけども。もうここまで落としはもう、しましょうよ。ね。はい。こんなんです。はい。あとは拭こう。ね。お母さんに。はい。拭いてもらおう。はい。おてて、おてて。はい。こちらのおてても。はい。あんよ、あんよ。あんよ、あんよ。あんよ、あんよ。いいですか。はい。よいしょ、やっと乗れたよ。あ、ちょっとお腹、ちょっと待って。よし、お腹拭いとこな。よっしゃ、これでね終わりと言いたいんですけど、あのね、弟ね、お母さんのね足もドロドロなんです。あ、車が見えたわ。すごいすごい。車が見えたわ、いっちゃん。